町外れ区公民館長官は、沖縄県糸満市アザイトマンの行政区の一つ、ハックと呼ぶこともある。アザイトマンの最も西に位置しており、沖縄県道77号糸満与那原線より、北側及び、沖縄県道256号、富臼区糸満線より西側を占めているが、糸満ロータリーの北東側の一部も占めている。糸満ロータリーの北には、三天網という、 小さな高台があり東、シナ海を一望できるほか、毎年旧歴5月4日に行われる糸満ハーレーでは1週間前からハーレーの鐘が早朝に打ち鳴らされる。1960年代までは糸満漁港周辺と糸満リー北側周辺のみの小さな集落ながら、海人の町として沖縄の主な漁村の一つだった。復帰直前の1970年代はじめに、 漁港西側が埋め立てられ遠くが埋め立て地の北半分を占めるようになり面積が大幅に拡大したそしてそれまで隣の新島区にあった役所などの公共機関がこの埋め立て地に移転し市の中心部として発展してきたしかし復帰後に行われた市の大規模な埋め立て事業でこれまで遠く内にあった市役所、消防署警察署 電報電話局の公共施設やパンやかまぼこの食品工場が次々とこれらの埋め立て地に移転していき、市の中心部として次第に衰退していった。それでも古くからの天の町は健在で交通量の増加で糸満ロータリーが市の交通の要所だったが2012年に区の西側に国道331号の沖縄西海岸道路糸満道路が全線。 開通すると、道路オータリーを通過した国道の交通量は、道道路へ移った。ちなみに、隣の東区公民館と西区公民館は、同じ道路沿いにありわずか約200メートルくらいしか、離れていない。国道331号が西側を通り、糸満ロータリーを中心に、糸満道路開通前の旧国道331号で、ある、 沖縄県道256号と見ぐすく糸満線が南北に沖縄県道77号糸満与那原線が東西に通っている。詳細は沖縄本島のバス路線を三小区の西端部に糸満バスターミナルがあり、琉球バス交通、沖縄バスが乗り入れており、那覇方面と市内各地や南部線関方面の欠節点でもある。遠く内にはイトマン市役所入口、 糸満市場入り口、糸満ロータリー、糸満西区の4カ所のバス停があり、路線ごとに停車するバス停が異なる。側の各方面別に3カ所あり、方向別に停車する場所が異なるため注意が必要。4カ所のバス停すべてに停車する、路線バス、編集糸満西区を除く3カ所のバス停に停車する、路線バス、編集糸満ロータリーのみ停車する、路線バス、編集。 ありがとうございます。